こんにちは。あんれ、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんれ、おめえは誰だ。初めて見る顔だべ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった、心配したぞ。あ、ヤムチャさん。悟空はあれからどうなりました。大丈夫だ、薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか、お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ。新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ、どうしてみんなが。何かあったんですか。話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ。前にも言ったろ、それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよね。16号、あんたはなんか知らないの。東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか。そうだ、飛んでいけばほんの数分で着く。だよね、あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ、その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな、お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンすけど。クリリン、何を無事だったわけ。そこに未来の私の息子のトランクスいない。え、あ、はい、ちょうどいますが。どうかしたんですか。それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。国
焦げとかついてて、えらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。あのトランクスさん。はい。この辺りのはずです。探しましょう。あれですね、トランクさん。あ、ブルマさん。来たわね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。じゃあ、俺のタイムマシンを出してみます。見てください。これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに二つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは、あ、何これ。わかりません。ですが、このタイムマシンの中に、これ、何かの卵よね。一体何が？おかしいのは、この卵だけじゃないんです。え？中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。何よ、当然あんたと同じ時代だったんでしょ？それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後？そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代と
この時代の人造人間が違っていたのは俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれどうしたの。いえ、あれは何かなと思って。何よこれ。抜け殻ですよこれ。ひえー、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの時代へ誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する。はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。何がどうなっているんだ。わからない、さっぱりわからない。ご飯たちが発見した謎の抜け殻、それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。まさかあの場所へ行く時が来るとは。覚悟はいいか神よ。神よ、俺が何のためにここに来たか分かっているだろうな。分かっているぞピッコロよ。今この地球に起きようとしている災いに対して私の名ばかりの神の力ではあまりに無力だ。ならばこの俺と一つに戻る覚悟はできているな。もちろんだ。だがこの私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば
人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある。さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか。まだ慎重に様子を見るべきではないか。どういうことだ。今俺が知らない何かが起きているというのか。やはりお前にもまだ未知の災いに恐れ迷う心があるようだ。なんだと。今一度尋ねる、ピッコロよ。本当に今が人。くだらん。何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだ。ほう、ではもう一つ尋ねよう。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ。そんなものに意味はない。このまま戦えば俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。奴らに、人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか、確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった、この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることの全てがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ行ってくる。化け物をどうにかしなければ地球はおしまいだ。ジンジャータウン。
人々を襲った化け物、奴の正体は一体何者なんだ。化け物め、待っていろ。見つけたぞ、化け物め。なんだこいつから悟空やベジータ、フリーザの気も感じられる。何者だ貴様は。教える必要ない。お前はすぐに私の食事になるからだ、ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている。言ったはずだ、教える必要ないと。なるほど、話すつもりはないか。だが残念だったな、人違いだ。貴様がここの住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。できるものならやってみるのに。チッコ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 無限大だぞ。カッチ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 。生体 X をエネルギーとしていただきます。そうすることで私はより強くなってゆく。フフ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 フあっ、隠れたい力を出す。ほっ、ジャンケン。ほっ、貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ。送り込んだのは私に。あの小さなタイムマシンに入る人間は卵まで退化する必要があったがね。あっ、ジャンケン。貴様は何者なのだ。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう、どうせ貴様は死ぬんだ、教えてやろう。私の名はセル、人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔、ドクター・ゲーロは戦闘の達人たちの細胞を集め、合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかし、コンピューターはその作業をそのまま続けていた。
孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな、ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのだ。一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なので。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ？私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それは人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。そこで私はトランクスを殺し17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきたというわけだ。なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ、ピッコロ。トランクス、なぜあいつが？そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか？そうか。こいつが例の抜け殻から出てきたのか？そうだ。詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。ふん、この場は退散するしかなさそうだな。だが、17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽拳！ごっ！しまった！いない！くっそ！逃げられた！この鬼、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つはかき消えたが、もう1つは残っている。何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。やつがついたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ？神様と再び合体したんだそうです。それだけで？ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった。すべてを話そう。
なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには、奴を何とか探して殺すか。17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立て上がって、合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん、ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる、必ず超えてやるぞ、スーパーサイヤ人を。さらにスーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くかトランクス。はい。スーパーサイヤ人をさらに超える、考えたこともなかった。今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。よかった、弱そうな敵だ。あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする、もう破壊しちまうか。いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。やったな。ええ、これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それで、あのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか。え、一緒に行かないのか。俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も
でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。わかった、頑張ってこいよ。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。あ、悟空。お、もう大丈夫なのけ。あ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな、父。カムセニーのじっちゃも。よう回復した。ところでさっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっちゅうやつか。そうじゃが、なぜセルのこと。夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと。オラも修行しねえとな。もう戦う気け。ダメだ、もっと寝てねえとダメだって。心配すんな、まだ戦うわけじゃねえ。今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえから。修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すやと。父、ご飯も修行に連れてってやりてえんだが、いいか。冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな。どうせならうんと強くしてやってけれ。父。ただしこの戦いが終わったら今度こそごはんちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さんは働いてもらう。あ、サンキュー。じゃ、行ってくる。こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようもないぞ。悟空。どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、
もうすっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神コロ様な、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で一年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れていく。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞご飯行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。行ってみようぜ。